声が聞こえる。そのままもう分かると思うんですけど。まあ、初めて聞いちゃった。もうしんどかったね。もうその時もう本当に頭いっちゃいそうだった。どうも、JB のとしきと。以上です。お願いします。はい。若干変わったと思うんですけど、引っ越したので、それを機に、引っ越しについて話したいなと思います。はい、一番最初、大学1年の時、まあだから親と契約した時だよね。だからそこは分譲マンションだったから、そんなに音も聞こえなかったの。ドア開け閉めの音とかは聞こえるけど、うん、そんな音は聞こえてなくて、最上階の角部屋だったから、うんうん、っていうのもあったと思うんだけど。で、次の引っ越しの時に、もうそういうイメージがついちゃってるから、うん、そのバカ騒ぎをしなければ、どんな家でも、多分隣から壁ドンされるとかってないだろうなって思ってて、特に気にせず、だから、譲れないポイントとしては、駅から近いのが良かったのね、うん、前の家。そこだけ。あとは、内装がある程度綺麗で、うん、外観は気にしてなくて、内装が綺麗であればいいなと思ってて、前の家にしたのね。で、もう初日、何が起きたかっていうと、その初日に、なんか隣の部屋からこう、なんかぶつかるような音が聞こえてきて、で、若干家揺れたの。うん、地震かなって思ったの、最初。けど、なんかずっと続いてるし、で、よく耳を澄ましてみたら、なんか、声が聞こえる。そのままもうわかると思うんですけど、その、まあ、夜の営みの声が聞こえてきて、うん、あ、俺は引っ越しミスったなっていうのを初日に感じるっていう。なかなかじゃない初日で。ちょっと絶望でしょ。え、絶望。しかも、その、引っ越しが終わって、で、親が帰って、その、家の手前でカップルになった。うんうん、あ、一緒のとこに入ってくなって思って、俺が後ついてったら、まさかの隣で、うん、っていうのがあったから、あ、さっき会った人たち。うわ、最悪だなと思って。わかんないよ。それを求めてる人もいるかもしれない。ああ、それを、目当てにっていうかね。聞こえるんであればありがたいみたいな人も。ああ、まあ、中にはいるかもしれない。いや、でも、まだ数回だったら、なるかもしれん。うん、俺もでも、そこまで嫌な気持ちはなかった。最初？うん。まあ、あ、聞こえない。初めて聞いちゃった。他人の初めて聞いちゃったっていうののおだらきの方が強かったけど、うん、だそれが、一週間後もある。うんうんうん。で、なんか、最初のうちは、その一週間サイクルぐらいだったの。うん、今日も来てんな。で、俺が一番嫌だったのは、その揺れるってことだったの、うんうん、声は本当にかすかに聞こえるくらいだから、その耳を澄まさない限りは、テレビでもつけてたら聞こえないんだけど、揺れるのよ。で、俺今の仕事関係上、朝早いから、寝るのもその時、で、その時仕事始めだったから、早かったのよ、寝るのが。だから、隣の人がそういうことをしてる間、俺は寝てるわけ。で、ベッドが揺れるのよ。だからそれで起きちゃうみたいなのがもう本当に嫌で、そこで気づいたのが木造だっていうこと。もうこれが一番いけないんだなっていうので、うん、まあ、ミスったなっていう、まあ自分の経験談なんだけど、隣の部屋からまさか、喘ぎ声が聞こえると思わなかった。木造はやめといた方が。もう別に、もうそんなのも気にしないみたいな人だったらいいと思う。もう本当に、寝に帰るだけで。まさか俺みたいに揺れるってことはあんまないと思うから。3階だもんね。うん。なんで揺れたのかよくわかんないけど。隣のベッドと一緒に自分のベッドに揺れるっていう。くっつけてるわけじゃないのにベッドが揺れてたから、もう家自体が揺れる。そんな3階建て、4階建てぐらいのマンションを揺らすパワーだったのかその人がすごいのか家が脆いのかどっちかは知らないけど、まあ、とにかくそんな感じでもう
それ以外は別にそんな不満じゃなかったんだけど、うん、まあただ東京の東側だったからみんな大体西側に住んでて、うん、誰も遊びに来てくれないっていう悲しさはあったかな、ね、遠かったかな、うん、ちょっと遠かったからまあだから本当に一番伝えたいのはその木造はやめた方がいいってことですね。一人暮らしをする上で、一人暮らしをする上で、では壁のチェックは絶対にした方がいい。内覧行った時に、うん、なんか壁を叩けば分かるみたいなの、なんか中に何も詰まってなさそうなのだったら絶対丸木越えみたいなね、そんな感じかな。だから3つ目の家というか、うん、2回目の引っ越しでもう一番気にしてたのはそのもう鉄筋コンクリートの壁が厚いところでっていうのと、あともうちょっと西側に行こうっていう、うん、みんなに寄っていこうっていうスタイルでやったかな。最悪だったな本当。もう最後の方気分害する、あの1ヶ月ぐらい続いた日があって、うん、毎日あれ元気だ、ね、女の子の日は来ないのかなちょっと疑問だったんだけど、もうしんどかったね。もうその時もう本当に頭いっちゃいそうだった、うん、もう親とかにも長文の LINE 送ったりとか、あと浮気してましたその後声でわかるから3人ぐらい女の子変わったんだよね。皆さんもその壁を薄いとこは気をつけてください。でもし今壁薄いところに住んでるのであれば、その隣への配慮、うん、した方がいいかなと思います。ではまた次の動画でバイバイ。